日本の3社が前段、そして中段なんですが、岡山勢と徳島勢が争う格好になっています。中段インコースからは徳島トリオ、逃げ切り3連勝の太田龍馬、追走はここまで記念3つの優勝はいずれも12月あるいは1月という原田健太郎、追って9番の畠聡、その外側で終始粘っているのが4番の黒田潤、そして7番の友貞勇樹、一方1番の渡辺裕太、昨年のヤングランプリ覇者、地元唯一の勝ち上がり、一番後方でレースを見ています。さあ中段外に行った岡山勢は一旦後位、北日本勢のインコース切り込んでいきましたが、残り2周ピッチが上がっていきました。新山がペースを上げています。そして中段確保は岡山勢、そして太田龍馬から徳島トリオは6、7、8番手、地元渡辺裕太は最後尾となっています。北日本勢が逃げています。打者の3コーナーから4コーナー、そして中段確保が岡山コンビ、友貞、そして黒田が4番手です。残り1週間に入っていきました。さあ徳島勢は6番手、まくりが打てるか、2コーナーからバック、番手では早坂が待ち構えている。ここは徳島勢の反撃を、一気に一歩前から巻き返していったのが5番の早坂、そして8番の伏見、インコースを通った4番黒田潤、4コーナーから直線、この後ろのもつれ伏見、5番の早坂か、早坂押し切りました。早坂にあとは猛追してきたのが6番の太田、
最終12レース椿賞争奪戦の決勝戦、2025メートル33バンク6周回で争われます。北日本3社、徳島3社、岡山2人に、地元は渡辺裕太短期の選手会でした。各選手声援を受けて前傾姿勢に変わっていきます。号砲鳴って12レース椿賞の決勝戦スタートしていきました。ゆっくりとしたスタートからまずは5番の早坂が内の動きを見て前へと進んでいきました。3番の原田健太郎が2番手です。3番手には4番の黒田純、地元渡辺裕太、まずは4番手。7番の友貞勇樹、5番手です。中段以降は2番の新山恭平、8番の伏見俊明、6番太田龍馬、9番畠聡が最後尾で続いています。2周目と入っていきます。2車単の上位の人気は3番9番3番6番が10倍を切って、以下5番8番など続いていました。正攻法5番の早坂修吾が取っています。2番の新山、8番伏見も上がっていきます。南関勢がほどなく、北日本勢が前段を形成していきそうです。ここで2番の新山恭平が正攻法へと上がっていきます。初日2日と果敢な攻め、そして決勝戦へと進んでまいりました。準決勝は逃げ切り勝ち、マークが5番の早坂修吾です。こちらも4着2着2着逃げてまくってという競争。3番手には8番の伏見俊明が続いていきます。初日は早坂のマークで、そして昨日は新山のマークで連にそれぞれ絡んでいます。北日本の3社が前段、そして中段なんですが、岡山勢と徳島勢が争う格好になっています。中段インコースからは徳島トリオ、逃げ切り3連勝の太田龍馬、追走はここまで記念3つの優勝はいずれも12月あるいは1月という原田健太郎、追って9番の畠聡、その外側で終始粘っているのが4番の黒田純、そして7番の友貞勇樹、一方1番の渡辺裕太、昨年のヤングランプリ覇者、地元唯一の勝ち上がり、一番後方でレースを見ています。さあ中段外にいた岡山勢は一旦後位、北日本勢のインコース切り込んでいきましたが、残り2周ピッチが上がっていきました。新山がペースを上げています。そして中段確保は岡山勢、そして太田龍馬から徳島トリオは6、7、8番手、地元渡辺裕太は最後尾となっています。北日本勢が逃げています。打者の3コーナーから4コーナー、そして中段確保が岡山コンビ、友貞、そして黒田が4番手です。残り1週間に入っていきました。さあ徳島勢は6番手、まくりが打てるか、2コーナーからバック、番手では早坂が待ち構えている。ここは徳島勢の反撃を一気に一歩前から巻き返していったのが5番の早坂、そして8番の伏見、インコースを通った4番黒田純、4コーナーから直線、この後ろのもつれ締めに5番の早坂か、早坂押し切りました。早坂にあとは猛追してきたのが6番の太田、5番6番、第12レース椿賞争奪戦の決勝戦、新山の動きをしっかり生かして番手から発進は早坂、あとはもつれましたが大外は6番の太田龍馬が追い込んでいます。角度を変えたリプレイは5番の早坂、このまま決まれば記念初 V、 そして6番の太田龍馬、3着どうでしょうか。外が3番の原田、内には8番の伏見、上位5番6番、あとは3番8番の3着争い、接戦でお伝えしておきます。決定放送がありますまで全ての投票権大切にお持ちください。以上最終12レース椿賞の決勝戦でした。第12レース決勝戦をご覧いただきました。実況は和田年光さんでお伝えしました。尾形さん、レースの展開ですが、前攻めになりました新山選手のラインになりましたけれども、他のラインの動きがなかったですもんね。そうですね、はい、ちょっとね、太田はね、あそこを意地張らずに引いてね、自分の競争を徹してほしかったですね。では放送です。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の受賞について審議いたします。審議対象選手は1番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。
放送を聞きいただきましたが、このあと審議に入る模様です。審議の対象選手は1番渡辺裕太選手が上がっています。このあと再び放送入りますまで結果はもう少々お待ちください。まだ決定放送入っておりませんけれども、早坂選手がねちょっと新山選手と抱き合うシーンもありましたが、太田選手がどこから仕掛けていくのかなと思われたんですがね、ピッチがなんと上がっていきましたもんね。そうですね、はい、まだ決定放送出ておりませんけれども、はい、もう早々と、はいそうです ね、 ね、新山選手も一緒に加わってになりましたが、これでまだ決定放送出ておりませんけれども、決定いたしますと早坂選手がね初めて記念競輪の優勝になるかというような第12レース決勝戦をご覧いただきました。